キャップをかぶり、明るい青系のシャツを着た男。男性のバッグをひったくり逃走した男の姿です。昨日午前10時過ぎ、札幌東区北13条東7丁目の銀行前の路上で、近くに住む81歳の男性が通帳や現金などが入ったバッグを奪われました。男は銀行の混雑のため外で待っていた男性の背後からバッグを奪っていて、周辺の防犯カメラにもバッグのようなものを手に走り去る男の姿が残されていました。逃げた男は青系の長袖シャツにマスク、黒系のキャップを身につけていました。警察が捜査を進めるとともに、男に関する情報の提供を呼びかけています。